今年のテーマは雲寺、時は幕末。世間が大きく変わろうとしていた激動の時代に強く志を持って時代を動かし生き抜いた高杉晋作の生きた過程から何かを学ぼうとテーマに選びました。雑賀祭の出場は10回目。今年は昨年いただいた素晴らしい賞に恥じないよう精一杯練習しました。それでは千代連北天会の皆さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今年もこの祭り楽しみにしてました。一生懸命踊らさせていただきます。それでは参ります。面白きこともなきを面白く。
です。よかった。